これさ、時計自体が歪んでる中で、あ、やっちまったなって感じ。なんで男は頼んで、あ、すごい、この人あの人じゃない、あの言ったらあかん人や、何それえ、あの人やんだから、会長か、あ、そう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 、いや私の怖いね、さっきあんたそっち行ったバキって言ったで、本当そっちが来なくていいの、一回さ、うん、これが抜けんじゃない、抜けるよ、そういったわけ、これ影映るんじゃない、お、持ってから、うん、なんかすごい可愛いよね、こういうね、あ、階段はしっかりしてる、すごい、階段はなんか、あ、危ない、いや違う違う、バイクの、え、なんかすごい怖い音がする、手書きや、ほら、洗面お手洗い、すごい広い、あ、低っ低い、トイレ低い、すごい、あ、2つあるやん、ほら、だってなんかこんなん見たことない、紙置いててちゃんと四角い、2ついてんねん、ここすごい古いな、めっちゃレトロや、なんかトランクとか物置かな、いろいろある、へえ。ゴルフ、ケイトの靴下って、へえ。これ今まで行った旅館の中で一番古いんじゃない、だってほら手書きやん、ほら、あ、ここが開いてたい、これ何やろ、すごいシミができてる、これさ、スズメバチおるん、スズメバチおるやん、死体がおるってことは、今もおるってことだから、さっと取っちゃおう、こわ、蜂出てきたらかなんでな、こんなん逃げられへんやん、あ、すごいテレビ見て、池の間って書いて、ほんまやな、テレビ撮らして、ちょっといい、そこの軒先にスズメバチが巣作ってたからじゃない、かわいいなこのテレビな、なんかみんなくっついてるんやな、襖で仕切ってるだけでな、うん、畳が腐ってるね、なんか布団だけがドーンって、生活感感じてすごい怖い、ここあ、ツノマって書いて、なんかうわ、なんか結構服が残ってんのか、あ、ちょっと畳が腐ってて入られへんな、外観よりも中傷んでるな、このここがお風呂やったらみんなで入るとこやったんじゃない、
うわ。で、なんか水って書いてる。かわいい。狭いな。家族みたいな。これをみんなで入ればいいやみたいなとったってこと？またさ、これさ、お風呂やのにさ、この窓ないと思え。風呂のさ、え、なんかどこにシャワーつけてんのこれ？シャワーがない。シャワーあんねんって、シャワーヘッドがあって。最終的にあのたらいで体をだけをね、ゆすいでくださいみたいな。すごい。あ、怖い音する。ここきしむんやな、あの電気すごい。ほらかわいい。へえ、止まってられへん。なんかギシギシって怖いから。梅の間全部お襖やねんな。なあ、なんかす、あばらしい。気をつけよう、畳に腐ってるかもしれないな。なんか蜂の音せへん、ブンブンって。いや、しない、大丈夫。ほんま、うん、刺されたしないんじゃないの。うわ、このさ掃除機すごいで、かわいい。あ、びっくりするぐらいふわふわや。まあでも立てんことはない。え、めっちゃかわいい。この針すごい。嘘やろ、すごいかわいい。これさ、このライトめっちゃかわいい。やばい、それほら。かわいいな。なんか外でめっちゃ落とすの、誰か登山客があるってこと？いや、人が行った気がしない。降りらした。この階段、さっきの階段とまたちゃうの？違う。この字型になってんのかな？こっちの多分、14人用の階段じゃない？あ、そうなの？怖っ。ちょ、でもこれさっき開けたとこなんじゃない？ほら。そこっぽくないの？台所に繋がってんのじゃん。ほら、台所に繋がってる。え、ここであれしてたってこと？なんかすごい、中とはね、これ今でした。え、ここであれ料理作って、泊まってた人に出してたってこと？これオーブンやったんや。すげえな。何でもできるやん。スピード加熱とかしてるから、なんかあんまり作れへんのじゃん。温めるだけじゃん、うん、あの熱燗とか。旅館の人のさ、うん、部屋やったんじゃない？あの住まいだ、おかみ、おかみの部屋、おかみの部屋やったんじゃない？おかみの部屋こんなんなって、あ、掘りごたつやで、うん、おかみの部屋掘りごたつやで。カレンダーある。何年なってる。え、これでもさ2007年、うん、あれ端っこの写真の夫婦がここの旅館の人やったんじゃない？なんかね、皇室みたいな。へえ、昔の人ってこういうのあれじゃない、こう飾ってるよね、皇室のね。神社の神棚からさ、お札が落ちてんねんけど大丈夫かな。すごい神棚がさ、めっちゃ立派やねんけど。わ、え、なんでこんなくしゃくしゃなと落ちてんの？わからんね。なんかボロボロや、服。虫食ったんか、穴開いてるし。すごいな。こっちの部屋さ、床抜けてるやん。
斜めになっていくねんな、だんだん。こっちは無理やな、物が多すぎるんじゃないな。これってさ、カンコンコンって鳴らす、かわいい。